こんにちは。今日もどんよりとした空で、昨日よりも肌寒く感じます。でも天気の変化は春らしくなっています。おととい水曜日はこの高気圧に覆われましたが、昨日は低気圧の影響で道内には黄砂や PM2.5 が飛来し、春がすみの空となりました。そして今日はこの低気圧の後ろ側から北風が吹きつけています。今日の午後から明日土曜日にかけてはこちらの高気圧に覆われますが、日曜日から月曜日は大陸から低気圧が進んできそうです。それでは上空の暖気の予想です。今日午後から動かします。今日は北風とともに冷たい空気が入り、オホーツク海側では雪のところがあります。明日の日中以降はだんだんと暖かい空気が流れ込んできます。あさってからは春本番の暖気が入り、月曜日になると5月下旬並みの暖かい空気が入ります。各地春の雨が降るでしょう。急速に雪解けが進みます。少しの雨でも雪解け水と合わさり、土砂災害などの危険が高まる恐れがありますから、ご注意ください。では今の紋別の様子です。こちら雪が降っていますね。先ほど紋別は3月5日に海明けされたことが発表されましたが、今日は冬の寒さに戻っています。午後の天気です。午前は曇っていたところも次第に晴れてきます。ただ北風が吹きつけるオホーツク海側では網走など南部を中心に日中いっぱい雪が降りそうです。予想最高気温です。日差しの戻るところも昨日より大幅に下がるでしょう。各地気温は一桁です。10度以上なのは道南や太平洋側西部に限られそうです。変わって今の札幌です。雲に覆われていますね。週間天気です。明日は各地穏やかに晴れますが、暖かさは控えめでしょう。あさってになると日差しと南風でぐんと気温が上がります。暖かくなると天気は下り坂です。月曜日は南の地域ほど雨が降りやすくなりそうです。融雪災害にはご注意ください。3月の最後は晴れて暖かいところが多くなりそうです。